あちゃんです、今日はね、宇田さんフェスタ2024ということでね、宇田市のイベントに来てんけどね、今日ね、なんかね、スーパーカーなんたらっていうのがあってね、いっぱいスーパーカー来てるからね、見に来ました。見ていきましょう。ランボルギーニ、ユーラカン、雨降ってるけど、屋根開けてる。屋根開けてるやん。ブルシェラゴル、アベンタドールの、ね、いいね、ランボルギーニかっこいいね。カウンタクアリア、クーンタッチ、行きましょう。なんか説明しよう。はい、そんな車です。はい、じゃあ次はこちら行きましょう。1台増えますので、よろしく皆様も移動をお願いいたします。なんか雨がポツポツ来てるね、はい、みんな傘持ってる人は傘を差しながらでいいけど、はい、こちらのお車は何でしょう、安さん。はい、この車は有名でランボルギーニだけど、なんだ、知ってる人、はい、行ける、はい、はい、お友達、難しいね、わかる？わかる？なんだろう。カウンタック。すごい。正解、カウンタック正解。みんなそば来て、そば来て。ですね、この車、今、はい、オーナーさんがなんか乗ってるんですけど、はい、これはV 型12気筒エンジンで非常に大きなエンジンを積んでますが、ライトが今開きましたよ。エンジンの音が聞ける、あ、どうぞどうぞ、皆さん後ろの方にエンジンをですね、かけてくれるみたいです。で、ぜひ、はい、エンジンかけてもらえそうだ。真後ろはちょっと避けてください。おお、ブリッドエンジン。ありがとうございます。すごいな、12気筒エンジンは。はい、じゃあ次、フェラーリ、ランボルギーニと次の黒い車は何だと、こういう話しています。皆様ちょっと移動してみましょう。あ、ポルシェ、いきなり当たった。ポルシェ当ててくれました。ポルシェの何だ、じゃあこれは、これも難しいですよね。ポルシェの何て車か分かるかな、これ。ポルシェの何でしょう。タレラ、待ってます、ポルシェの911、タレラかな、これ911ね、ターボらしいんだな。オーナーさんがいないな、オーナーさん。ちょっと今不在です、ね、モンタスーパーカークラブの河合会長はどちらにいらっしゃるんでしょうか。お呼び出しですか。モンタスーパーカークラブの河合会長は、いらっしゃいましたらね、座っていただければと思います。はい、会長はですね、あそこで笑ってます。いいよいいね。ポルシェの911ターボという車で、ターボっていう車で、ターボターボは何だったんですか。無理やりエンジンの中に押し込んで、ガソリンをいっぱい切って、パワーを出そうという、そういう仕組みがターボです、うん、それでこれ後ろに回るとですね、なんかいろいろ鉄の棒があるんですよ。鉄の棒、よろしければ見える位置までお越しください。鉄の棒どれのこと言ったんですか。いや、車の中、車内に鉄の棒があるんですけど、うん、はっきりして邪魔ですよね、これ。荷物も人も乗れないけど、まずこの鉄の棒のことを何て言うか知ってる人を、はい。タワーバー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 。タワーで合ってるか。あ、ロールギージ。正解。ロールギージですね。何のためにあるんですか、これ。車に日付を補正するため。はい、車に日付を補正するため。はい。正解ですね。分からへん。これダッダッチ。ドムの車や。結構なんだよね。チームね。あ、599。こい。
308かっこいい。マクラーレンかっこいいやん。欲しいな。GTR かっこいい、でかいな。あ、MC タイルや。これめっちゃ綺麗な色してるやん。わかるかな、見えるかな。なんかね、ブルーのパールみたいな。ならなんもある。まあ、こんな感じでね、スーパーカーが奈良に来ておりますという感じだけど、思ったら台数ね、多くないね。あと食べ物がね、いっぱいある。あとで、ね、食べ物楽しんでいきましょう。ちょっと他もね、見に行きましょうか。ちょっともう一回間通っていこう。ああ、じゃあ新しい。グラム単位で振りかけの方が高いな。確かに振りかけは高いけど、何を比較してんねん。やっぱカウンターかっこいいやな。ちょっと他にも移動しましょう。恐ろしいな。うん。